今日は三崎行こうぜみたいな、こう三崎のデート、三崎のデート、やっぱカラオケの映像とかでしか見たことない。三崎行こうぜ。今まで付き合ったことあるの？あります、はい、あ、それは何年でどれぐらいまで？2014年からです。あんまり西暦で言わないですよ。2014年で何年付き合った、その人とは？2年、ジャスト2年付き合いました。3月から3月まで。あ、なんか結婚考えてたんか？あ、もうそのぐらいまでふわーっと考えてました。35歳とか。結婚式で俺ヒッピア抜いて歌を歌おうとか。わしやないか。わしや。何それ、何それ言うてる、みちょぱ聞いてるわ、もうわしか、わしかって何なんすか、つぶやくやつ。ただの出汁に疲れただけ。無理だった。その時も海岸行ってんやろ？あ、その時も海岸行きました、三崎に。はい、ハンバーグ持って。あ、そうですね、ハンバーグ。あれ、あの鳥とか襲いに来るよね。そうですね、高屋なくて、あの飛んで、それそう、わしやないか。何やねん、これ何やねん、コンビやのうて、鳥の種類言うてるだけやん。鳥の種類のわしやないかいって。すごいな、すごいな。え、それはなんで別れたん？もう本当に自分で今も後悔してるんですけど、こう、あの、お笑いに集中したくて、僕必ずお笑いで売れたくてって言って、もうちょっと収入があるまで待ってくれという。そうですね。あ、結婚しようと思って収入をええの、向こうは。あの女の人はね、別に将来考えるよ、この人大丈夫とか思うよね、女。まあ、思いますね。売れない芸人、野口さんなんかも苦労なされたでしょ、はい、役者さんで、はい、安定した収入も。何で笑ってらっしゃるの。心の中で陣内への振りだろうなって思う。もうないです、もうないです。大丈夫です、大丈夫です。ちゃんと心から喋ってください。バイトしながらでしょ。はい、ねえ、水で、そ、なんて紙、あれ何やったっけ、あの紙作りのこうするやつ。それわしやないか。もうええわ。紙の種類のわしええねん。何のやり取りしてんのこれ。野間口ありがとう。終わっちゃったよ。